六和川合戦は、天正七年七月四日に、道の区国六和川において、大浦氏と安藤氏の命を受けた、悲惨しら連合軍との間に起きた戦い。南部市からの独立を目指す大浦ための部は、太古寺城、石川城、浪岡城など、南部市や浪岡氏側の国人の諸城を攻略した。それにより、滝本重行や浪岡一族などの多くの諸将が、 主家の南部氏や出輪国の安藤氏などのもとに逃れた。また、浪岡氏を滅ぼしたことにより、安藤氏との関係も悪化した。天正7年7月4日、安藤氏の命を受け、悲惨、六郎、七郎兄弟が津軽へと進行した。これに、大浦亀信から城を追われた滝、滝本茂幸北畑賢則らも参人、浅利氏や大和に、 怒りが赤方面の土民たちの協力もあり、軍勢は戦に膨れ上がった。まず連合軍は、滝本茂之の旧敵、乳井賢吉が上司を務めていた乳井城、乳井チャウス館、乳井古館に攻め入り、賢吉が留守であったこともあり三城はたたく、間に落城した。続いて、沖立城に攻め入るも、上司、安倍兵五助の奮戦により、撤退した。 その後、六和川のあぜにおいて、大浦軍と激突した。連合軍は占領した、ニューイチャウス艦、大浦軍は、大某、岩立に本陣を置いた。戦いは、夕暮れまで続き、大浦軍は、次第に追い詰められ、ための部本陣の旗本もほとんどが打ち死にした。すると、本陣にいた、田中太郎五郎がための部の身代わりとなって突撃。 ためのぶを打ち取ったと思い込み油断した。連合軍は隙をつかれ、大将の飛惨六郎が打ち死にした。これによって、連合軍は、総崩れとなって敗走し、大盾に撤退した。その後、津軽には、南部市当主、南部信直の弟、石川正信らが入ったともされるが、定かではない。大浦氏は後に、津軽を征服し、外ヶ浜とぬかのぶの一部を征服した。 ための部の身代わりとなった田中太郎五郎については、その後、弱子、田中宗右衛門に百国を加増し、津軽の中心の家として偶した。昭和34年には、子孫にあたる元外交官、佐藤直武らによって、津軽の中心の石踏みが建立され、かつてこの地で、戦があったことを物語っている。ありがとうございます。